おまんこは、カナダのサスカチュワン州北部に位置する湖である。この湖は、サスカチュワン州のウラニウムシティから東に約1 2 0トルの地点にある。また、ノースウェスト順州との境界からおよそ3 0トルアサバスカ湖東岸から北東に約5 0トルの地点に位置する。おまんこは南北に5キロメートル程度離れた2つの、 湖が U の字形につながったような形をしており、湖水は東部にあるフォンテーヌことグレース川から流れ込んでいる。オマンコを含む数多くの湖が存在するサスカジワン州は年間16万人もの釣り客が訪れる土地であり、これらの観光客がもたらす経済効果は100万ドル以上となっている。そのため、水産資源保護の観点と、 地域住民の伝統や文化を維持する目的から、釣り針の種類や追日に釣ることのできる魚の数に関する法的規制が存在する。オマンコは3段階ある、規制の中で最も厳しいキャッチリリース、ウォーターズに区分されており、アークティック・グレイリング、レイクトラウト、ノーザン・パイク、ウォール・アイ、ソッカーは追日1匹しか釣ることができない。また、キャッチリリースを行うために、 釣り針は、返しのないものを使用することが義務付けられている。オマンコ周辺地域の70%の地層からは、先カンブリア時代に形成された鉱物が見出されており、地質学的検知からの詳細な報告が行われている。南北の両オマンコの周辺部では10%未満の黒雲母と角戦石衆張り多熱部を含む軽腸質マ魔岩や花工岩、 および花崗岩とンマ岩から形成されるミグマタイトが見られるほか、南側の湖の南東側岩部では、核戦ヘンマ岩や、低質岩が存在している。当該地域の詳細な地図の資料を一家に示す。AB サスカチュワン州政府によるオマンコ周辺の地図グッケルマップ、ハット ABC リッコネッサンスベッドロックジオロジー、オーマンレークエリア2006サスキャチャワンアングラーズ、ガイド、 ありがとうございます。